イベントの模様スルッと関西バス祭りは、スルッと関西が主催するバスが主体のイベントで9月20日のバスの日を記念して開催されるイベント。それまでバス事業者単体でバスファン向けのイベントが開かれることがなかったことから、スルッと関西としての顧客獲得の事業の一環として、また日本最大級のバスイベントとして注目を集めている。 当初は9月15日の敬老の日に開催されていた。第4回以降も日程は変動しながらも9月に開催されてきた。しかし、第19回では直近の第17回、第18回が連続で台風接近の影響で中止になったことから時期を見直し、初の6月開催に変更された。本校では第六回と第二十回のみ実施の すると関西電車バス祭りについても記述する。バスが中心のイベントであり、バスを運行する車局の車両展示と部品、グッズ即売会等が行われている。また、車局によっては展示車両を利用して LED 行き先表示機の撮影会なども行われ、その際にイベント限定の行き先表示させる車局もある。2006年に 第6回電車バス祭りと名称を変えて開催され、鉄道会社もブース参加しており主にグッズ販売を行っているが、鉄道会社の参加はこの年以降も行われるようになり、2006年においては別のスペースを設けて、鉄道会社のブースが設置されたが、それ以外の回は同一スペースに鉄道会社のブースを設置している。2020年も20回を記念し、 第20回電車バス祭りの予定であったが、新型コロナウイルスの影響により中止となった。また、フォトコンテストも実施されておりその表彰式も行われている。このほか、開催地地元の吹奏楽団などのコンサートなそのステージイベントや、地元消防や警察などの緊急車両や自衛隊の災害救助用車両など特殊車両の展示も行われている。 会場への交通手段として利用される、鉄道会社並びにバス会社においては、多くの来場者に対応する、輸送力を持つことのほか、イベントそのものを盛り上げる意味で、臨時列車やイベント列車の運行を行う場合がある。第8回では、臨時列車やイベント列車は運行していなかったが、山陽電気鉄道の一部の車両にすると関西バス、祭りのヘッドマークが取り付けられていた。また、 遠隔地で開催される場合は、スルッと関西関連の乗車券の提示により、記念品の贈呈も行われることがある。当初は9月15日の敬老の日に開催されていた。第4回以降も日程は変動しながらも9月に開催されてきた。しかし、第19回では直近の第17回、第18回が連続で、 台風接近の影響で中止になったことから時期を見直し、初の6月開催に変更。2020年も20回を記念し、第20回電車バス祭りの予定であったが、新型コロナウイルスの影響により中止となった。2021年については6月開催から再度9月に戻す。新型コロナの影響で事前申し込み制による形を、 とって2021年9月12日に第21回電車バス祭り開催予定だったが新型コロナウイルスの影響で開催を中止した開催地名参加者局数台数と第12回を除く来場者数のデータはスルッと関西公式リリース第10回以降のスルッと関西バス祭りでのパネル展示スルッと関西バス祭り運行記録より1台6回と 第20回に限り、スルッと関西10周年記念イベントとし、電車バス祭りとなった。参加欄の記号1台16回までは、大阪市営バスとして参加2台13回までは、京阪宇治バスとして参加3台10回までは、山陽電鉄バスとして参加4台8回までは、阪神電鉄バスとして参加。ありがとうございます。